はい、ダーパーティータイム始まりました。イエーイということだね。いや、金曜日ですけどね、もう一週間、本当月曜日から始まって、火水来て、で、木あっての金曜日ということでね、よろしくお願いします。何もなかったの今の。どうも、バナナマン設楽さんです。うるーいやーベロが回んねえな。うるるるるるるるー始まった。なんだなんだなんだ、こっちもバリーこっちもこっちもやる、うるるるーなんか始まった。今は何時？ 1 時！ 1 時、2時、3時！ 3 時まで行くぜ！ その後4時、5時、6時！なんつったんだこいつ、全然内容がないの。井村ゆきです。さあ始まりました、 TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、はい、5月12日金曜日明けて5月13日は土曜日、お願いします。いや、ひまさん、はい、いや、始まりましたね。何ですか、したら何ですか、したらさ、いや、始まりました、始まりましたよ。なんかほら、あの宇宙人のあいつ、はいはいはい、映画の、そうですよ、あれさ、うん、いつやるんだよ。長いよね。どんだけ番宣やってんの、ね、もうノンストップでも何回もさ、俺もそう思うよね。宇宙人のあいつ、あれまだやってないの？あれはね、5月19日なんだけど、まだやんねえのか。いつやるんだよね。もう1ヶ月くらい前に一度ね。もうどんだけ宣伝してんだって。そういうもんなんだよね。宣伝映画なのか。いや、他のものもそう。他のものもそうなんじゃないの？いや、あんなに日村さんが出てるからかな、うん、なんかさ、いろいろ見るからさ、うん、あ、もうすぐかな、もうすぐかなと思って、まだやってないの。いや、だからその、まずなんかその一般に出す前にいろいろこのマスコミ用とかなんかいろいろあって、うん、俺も最初それは思うんだよね、うん、もうちょっと直前からでいいんじゃないのとか思うけど、そういうことじゃないのか、ね、なんか俺勝手にゴールデンウィークぐらいに公開かなと思ってたの。あー、なるほどね。あの映画ね、見に行きやすいから、うん、ゴールデン映画、ゴールデンあのウィークでね、あるもんね、うん、まだやってないんだ。5月19なんで、だから来週あと1週間ぐらいだ。そうらしいですよ、皆さん。そうなのよ、お願いします、ね、もう見たつもりでいるからね、俺なんか。だ、分かる分かる、本当にね。あれだけ、まあ、ノンストップさんにもめちゃくちゃ出してもらってるし、この前もまたそうね、智也君と2人でこう、ありがとうございます、そう、ね、個別取材もね、そう、宣伝してもらってますから。なんか、うん、その中でも、うん、やっぱ智也君もラジオも聞いてくれてるからさ、はい、うん、なんか日村さんの体重の動向とかね、あの絵馬に書いてくれたんですよ ね、なんかあの石間天神、はい、なんか行ってまいりまして、ね、あのヒット祈願でしょ、ヒット祈願やって、その後まあちょっとマスコミ用のなんかあるでしょ、そういう、うん、その記者会見的なですね、はいはい、それをやらさせてもらいましたけどね、うん、でご飯食って、いやいや、ご飯食べてないですよ。ご飯食べたっけって思ったけど、うん、食べてない食べてない。そこでなんか日村さんが87キロになるが目標だからみたいな、はい、そういうのをなんか80キロ台になりますようにって書いてくれたのかな、今に。なんで映画の大ヒットとか書いてんじゃないの、ね、それも書いてくれたけど、うん、なんか、表裏あって、うん、なんか裏にちょろっと書いてくれてたの、俺は知らなかったけどね、うんうん、書いてくれましたね、なんかこの前さ、これで、うん、あの違う番組でさ、うん、あの日テレのフットワードの時にね、智也君、うん、あの来てくれてさ、うん、終わった後にさ、うん、ね、奥さん、うん、水戸ちゃんがたまたま一緒に、うん、ってだから、ね、いるからつって、ちょっとご挨拶とかなんつって、うんうんうん、2人、おーなんつって、うん、2人が揃った感じでさ、時のカップルだよね。そうですよ、うん、でもなんかやっぱ不思議、まだ全然夫婦って感じじゃない、うん、いや、わかるわかるわかる、普通に水戸ちゃんと智也くんって感じ、わかるわかる、あの2人が結婚してるって全然まずは いまだにそうだよね、うんうん、仲のいい友達ぐらいにはちょっと感じるかもしれないけど、うん、あ、夫婦なんだなって、ね、いや全然なんか夫婦っぽく、まあそう、まあね、あんま2人ツーショットってのも初めてあった。そう、フットワードの日って別の番組で多分ね、その水戸ちゃんもいるから、うん、ね、たまたまなのか ね、一緒にご挨拶してくれてね、ね、うん、うん、そうそう、なんか不思議な感覚だけど、確かにね。で、あ、そうだ、その時にさ、なんかもうすぐで80キロ台みたいな話もしてたよね、その時に。あ、この石間そうそれの時ね、が、記憶だと 90.7 とか8とかそんなだった気がするんだけど、ね、あれがもう1週間ぐらい前、うん、1週間は経ってない、いつあれ、火曜日、あ、でも火曜日だから、まあ1週間経ってないけど、うん、3日4日ぐらい、何百グラムであともう80キロだよ、うん、すげえな、なんでそんなすぐ痩せんの。そうそう、だって一番最初ここでね、90いくつだよなんて、なんだっけ、何キロする、違う違う、その前に94だかなんだかって自己申告で言った時は、はいはい、そうですね、4とか言ったら測ってみようかっつったら 96.55、うん、あれっていつだったんですか、もう一月ぐらい出すんだっけ、うん、
だからそこから考えたらもう6キロ近く、うん、そう、あそこを機にでもすごいね、そんなすぐ痩せるもんね。一月経ってるかな、経ってるか、一月経った、4月14日、あ、じゃあちょうど1ヶ月ぐらいだね。すごくない？そうそうそう、だからあれから一応なんかまあなんつうと、まあ、そのまあダイエットの遠慮するね。え、もしかしたらもう80キロ台に突入してる。いや、これ言っててほしいけど、どうかな、わかんないな、こればっかりはね。一応やってる、ずっと同じような感じで。分かってる？いや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 、いいけど、でも多分言ってないと思う、正直なこと言うと。これまたまたほんとほんと、ここんとこだってさ、前、まあ先週は測ってないけど1週間ごとに2キロずつぐらい減ってたもん、うん、確かにお腹周り。でもこれ本当に、じゃガリガリじゃん、うん、ガリガリなわけないじゃん、これ。あれ、ねぶた祭りのパンツやん。ねぶた祭りのパンツもうパンツも脱いですごいね、もうすっぱだかになって。いや、これでもこれ多分痩せてないと思う、本当のこと言うと。なんで、食っちゃった、うん、食っちゃった、うん。でも、言ってたらすごいよ。乗るよ、乗って乗って、あれいつもと体重計が逆だから、ポコチンが丸見えになってる。なんでサーダンゴール向けなきゃいけないの、これすごい、ね、まあいいか、まあいいか、ね、いくよ。ポコチン激痩せだけどね。ちょ、待ってよポコチン激痩せポコチンどんどん痩せてってる痩せてんね、やばい、ポコチンが痩せてってるんだよ、ほんとだね。いくよ、ずん、80キロ台になってるか。全然91キロ、91キロジャストです。あれちょっと200グラムぐらい増えちゃった。いやいや、だから分かんない、これなんだか、なんでか分かんないね、こういうのでも分かんないね、日村さん。この前そんなこと言って1週間で2キロぐらい痩せたりする時あるから。やったね、でもね。いや、だからそうだね、なんかだってもうちょっといかないとね、 5キロぐらい痩せてんだよ、うん、そんな痩せる、そんな痩せんのよ。だそれはもうあんまり食べないでしてるからね。いやいや、すごいよ。だってロケとかもあって食べてはい、そういうので食べなきゃいけないじゃない。いや、そういうの食べるよ。食べてのにもかかわらず。そう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 、だからいかにあれか、間のやつをやめてるのか。そうだね。うん、ラジオネーム、メールが来てますよ、はい、最後の晩餐は高め、はい、50歳設楽さん、49歳大倉さん、53歳日村、バカうんこ、こんばんは。じゃあ悪口をした後50歳ねもうすぐ51歳ね。うん、もうすぐ50、いや、まだ51か。14日なのよ、俺。そうか、そうか。だから、リアル言うと、明日。そうか、開けてるからね。うん、そう。おい、日村。いや、呼び捨て。痩せすぎだろ。そうでもないだろ、まだ。映画が公開されるとき、別人みたいになってんじゃないか。なってないよ。本当だよ。誰が、どれが日村さんか出てるのが分かんないかもしれない。分かるわ。痩せすぎ。分かるぞ。え？分かるぞ。すごいなぁ。やるじゃん。いやいや、だから87。87にしたい、早く。87に早くして、したらね、餃子、うん、10皿チャレンジ ね、 いいね、やりたいね。でも87にもう本当タッチアンドゴーでもうタッチしたらすぐ戻っていいよ。いやいや、そういうわけじゃないけど、うん、餃子に関してはね、あれ何年、ま、うん、前にやったんだっけ、その大食い大会ってね。あんなのもう下北沢だから、もしかしたら20代か、20代30年以上前じゃん。そっからやってないからね、餃子の王将の大食いやろうって10皿食べるってやつ。でも多分今の日村さんなんて余裕なんじゃないか。いや、でもこれ分かんないけど、まあやってはみたいね。餃子の10皿余裕じゃない、あの時は3皿半だっけ、うんうん、なんかそんなもんだったね、3皿半って。逆にもうなんか半だったね、何たら、うん、何皿半、情けないよね。2皿半とかじゃん。3皿半、3皿半、あ、2皿半か3皿半かね、そんな感じ。僕らがマックのバーガー、これは 6個と7個目の途中ですね。7個目の途 中、 途中、そう、ご飯。あ、何で設楽さんやってないんだっけ。俺はあのシリーズで、ね、その後ドーナツをやるって言ってたんだけど。言ってたよね、なんでリンチクルーラー食べようとか。その間にあの俺ら3人でやってたやつに、うん、あの昔のバカリの相方とか、あとスグルとか、あの辺が入ってきちゃった。あ、スグルってファンキーモンキークリニックっていうコンビがいて、 そこの相方ね、そうとか、あの辺があの照り焼きだったらいけるとか、うん、ま、回転寿司、回転寿司、回転寿司でいけるとか言って、そうそう、全然ペロリと食べちゃったりして、なんか冷めたんで、そのあれ冷めたよね、それ全然悪くしてなんでもないけど、すげえ普通に食えちゃって、いけるいけるいけるっつって、うん、食ってペロっていっちゃうと、うあんま面白くないんだよね。だから俺ら小食なのにそんなことやってたのあの界隈で。あの時は食ってたけど、若い時は食ってたけど、うん、
なんか本当にすげえ食うやつ連れてきたらペロリと食べちゃうみたいな。でもさ、回転寿司ってさ、寿司って申し訳ないけど、うん、ちょっとほら魚の部分ってつるっとしてるっていうか要は滑り込んでくる、なんか口の中であの時でも何貫でやってたの？10皿とかですか？20皿です。20皿覚えてるな。卓君は20皿食ったんですよ。いやね、ちょっと設定も甘かったかもしれないね。まあね、ちょっとあんまりその人 の, そのどのぐらい食うかとかちょっとそれ調査してなかった、うん、20皿ってでも結構じゃない？だから1皿2貫ですから。いやでもそれは今の設定さんの設定で考えたら20皿って結構すごいかもしれないけど、俺も3皿でお腹いっぱい。それはやばいわ。4皿行かなくていい回転。いやいや行くよ、3皿4皿楽しんで。3皿4皿嘘、本当に今本当の話。いやまあ調子よければ5皿。あ、マジなんだ。でもそんなもんで結構お腹いっぱいじゃん。ほんと？いや、そんないもん、そんな経験ないけど俺は。回転寿司でもそんな食わなくないもん。あの、めちゃめちゃ食べる。何皿いけんの？俺だから。いや、そのスグルの20皿なんて余裕だから。あの、田舎帰って、うん、あそこのどこのインターだっけ、三好だかなんかにね、回転、そうそう、うん、のインターにね、回転寿司があんね、うん。インターに。うん、それ美味しいんですよ、うん。だからその帰りに寄って。インターってのはあのパーキング。あ、パーキング、うん。帰り寄って食べるとかやるんだけど。うん、あとは、まあ、最近ちょっと行ってないけど、お台場のあそこなくなっちゃったんだよな、ね。アクアシティとかにもあったんだけど。今、違う寿司屋やったのかな、うん、多分そう。何個か行くとこあるんだけど、うん、もう全然食えないよ。あ、そう、うん。まあでもネタにもよるでしょ、それはさ。俺もう本当縁側ばっか食うわね。回転寿司の縁側好きなんだよ。あれはもう別物だからね。そうそう、縁側だったら俺マジ20皿は余裕で。絶対いけないよ。いや、いけるよ。日村さんは。いや、いけるって。20皿余裕だって。縁側20皿、まあ、今の日村さんだったら余裕かな。いや余裕余裕。まあでも多分食えるよ今。やったことないけど、まあ、もしかしたら飽きちゃうかもしれないけど。あ、まあ縁側だけじゃなくていいけど、うん、だって稲荷寿司も30貫です。稲荷寿司あの時30貫だから、だって20皿だと40貫、はい、うん。でもだからその上のそのネタによるというか、だから稲荷ってさ甘いし油揚げだし、ちょっとこうだんだんヘビーになってくるというか、なんか寿司ってなんか味変え気になったらコン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 いっちゃう気がする俺。いやでも結構多いよな40。大倉も自信ないだろ。俺も自信ないです。俺全然いけると思う。僕ら普通のいいお寿司屋さんででも結構お腹いっぱい食った後に中華屋行って食ったっていう、うん、はいはい、それは行きましたね。俺はこういうこと言ったら俺寿司屋で満足したことないから。あの胃袋がこれ一応礼儀的に、まあまあ、美味しかったお腹いっぱいとか言うよ。うん、もうはっきり俺あれ嘘だから。一人前のなんかお任せみたいなね、食べて。あれは礼儀でいける。いやいや、そしたらその後食べりゃいいじゃん、お腹いっぱいになるまで。いやまあまあそうだけど、追加すりゃいいじゃん。でもね、あのだんだんこの時全然さ、いやー美味しかったですって言いながら、実はなんかあのイメージ的にはまだ6割ぐらいね、4割ぐらいスペースあるのに。そんなに？俺も結構パンパンだ。まあお酒も入ってるってのはちょっとあるんだけど、でも家路に着く時にちょっとずつ膨れてきて、あ、まあ余計なもの食べなくてよかったなって考えるんであるけど、あの勢いでラーメン屋とか入っちゃうようなタイプだから。結構そういう人いるよね、大人の人でね、うん、寿司食ったその足でラーメン食うとかね。そう、もう信じらんない。汁なのよ、ラーメンって汁だと思ってるから。そのだデブだからよ。そう、汁デブ、うん、汁デブってかもうラーメンを汁物と捉える、捉えちゃうってところあるでしょ、うん、でそれも豚骨とかだったらもう麺も細いし。いやいや、豚骨なんてヘビーじゃん。さっきのお稲荷さん理論で言ったら豚骨なんて超ヘビー。麺が細いから味噌ラーメンとかだとちょっとガツってきちゃうけどね、うん、あ、まあね、そう、確かに、あの豚骨の麺はね1個目なんてもうないに等しい。ない、等しいじゃない。とか言いながら俺もう替え玉も結構怪しいけど、ね、あ、本当。いや、替え玉はもう半玉ぐらいの替え玉ならいいんだけど、やっぱ2玉、うん、まあ調子いいと行くけど、まあ、だから昔だったら2回3回替え玉してた。そうだよね、もうそんな食えないわ。ああいうほら、あの福岡の屋台とか行ったら、例えばそれこそ焼きラーメンも行ったりとか、まあ、焼き鳥とかね、ああいうのも行ったりとかさ、うん、ああいうのね、うまいよね。ね、俺この前だって家族でさ、うん、ご飯食べ行ってさ、うん、子供と奥さんはさ、うん、最後まで食ったんで、俺最後なんかちょっとご飯みたいなの出たんだけど、うん、ちょっとお腹いっぱい残しちゃった。それすごいね、もうね。そうよね。ねえ。参っちゃうよ。参っちゃうね。お腹いっぱいになっちゃう。まあでもそういう、それが大人なんだろうね、本当本当にね。大人通り越してもおじいちゃんになってるかも。うん。本当に。うん、ね。まあ、うん、まあまあ、でも日村さんも、その日村さんもね、はい、またどんどんおじいちゃんになってくるってことでね。うん。まあまあまだおじいちゃん、まあまあまあ、でも51だからね。もうあと、2日今リアル明日、明日、うん、あと1日、うん、5月14日、はい、何の日でしょう。誕生日、母の日ですけど
あ、もちろんもちろん母の日もある、ね、でも別に間違ってないから俺誕生日で母の日もそうなのよ。母の日5月14日ですけど、日村さん誕生日ね、はい、日村さんの誕生日がですね、ご石って覚えると覚えやすいんですけどね。そうね、ご石、そう、ね、うん、ご石、もうだから今ギリギリ50歳で並んでる時期ですけどね、うん、これが本当1ヶ月ぐらい、うん、1ヶ月ないぐらいでね、うん、日村さん51歳、いや50オーバーです、51、ね、本当に ね、ついにね、イチローの背番号ね、51ね、51ということで、うん、ね、そうですね、来たね、来ましたね、うん、ということでね、はい、5月の14日50、だから日村さん58回目の誕生日になるの、なんで言ってさ、そのつい、その何秒か前に51歳って言ってるんです。ああ、そうか、51、うん、本当だよ、ちょっとあのプレゼントは、ね、もう早々に渡して、あ、下さんから、そうそう、 ありがとうございます。日村さんからもね、いただいて、毎年ね、あれどうすか、使ってます、使ってまだないです、もう使ってないでしょ。いやいや、あるある、もうないよ、違うんだよ、だなかなか設定するのとか暇、一応忙しくて、いや、めちゃくちゃ気持ちわかるもん、いや、そういうのってあれって一回家電だからさ、あれさ、電源入れるだけじゃなくて設定しなきゃいけない、そうそうそう、だからやるやる、全然やろうと思ってんだけど、うん、ちょっと忙しいじゃんここのとこ、なんか土日とかもずっと、うんうん、だからあれ全然やるよ、本当、うん、まだだからその使い切ってはいない、うんうんうん、姿見としか、今ちょっと押してくるわ、持ってくるからってまた外出てく、いやいや、北郎さんのこのビッグプレゼントを、いやいや、買える、の置物、豚の椅子って続いてるからね。ビッグプレゼントじゃないかも。でもなんか、いや、なんかあれで来てるじゃん。台車の音がしたよ、今。はい、来ました、今。台車ってもう、ビッグ、いい、向いていいですか？どうぞ。はい、でかいよ。こちらなんですけど。いや、でかい、でかい。なんなの？こちらなんですけど。なんか、ちょっと。あ、これもそうなんだ。まあ、これとこれみたいな感じ。何？いった！四角になる。何これ、これもしかしてあれ、これすげえじゃん、これ分かった、俺分かった、もう生えたるじゃん、はい、テントサウナだ、サウナでございます、テントサウナでしょこれ、これそうなんですよ、え、ありがとう、え、これどうやって使えばいいの、これ、うん、電源、これをこの中椅子自分で入れて、お、椅子入れてね、でこれ電源でいけるやつなんだ、のストーブなんだこれは、だから、うん、ベランダで使えるの、これ使えんだ、あ、電源だから、それでまあ今これ出さなくてもこれが入ってるから中入れて、うん、これ石だ、サウナストーブなんだ、ここに置いて水かけられて、うわ、すごいじゃん、そう、え、何度ぐらいいくんだろうねこれって、すごいじゃん、これあ、すごいじゃん、120度ぐらい、ああ、この測りだと120まであるけど、だからこれサウナが好きということで、大好きだよ、サウナを今回ちょっと、ありがとう、これベランダにあるし畳めれるからしまえれるんだね、そうそうそう、だから持ち運べも電源があるとか、あ、へえ、すごいじゃん、ちょっと入ってみよっか、そうだね、ここにだから日村さんがすっぱだかになって入るわけだから、そういうのもできるわけよ、うん、こうなる、おお、こういうことよ、そうそうそう、しましょうか、いやいや、大丈夫大丈夫、おいちょっと皆さん閉じ込められちゃって怖いんじゃない、大丈夫これ多分これほら中から開けられるから、ああそっか、それは大丈夫なんだ、いやテントサウナ、うん、リアルにちょっと考えてたもん本当に、いやちょっとさ、だから仰々しいのだとあれかもしれない、これだったらね簡易的にポンってやって夏外に、あ、要は電源さえあればそうそうそうやっていいってことね、まあ、でしかもベランダでこれ入って、うん、でプール出してそっちドボーンって飛び込んででしょ、水風呂なんだよ、そうそうそう、それで外気浴して気浴がもう整えて、うん、我々できるから、いいでしょ、こんなのやったらもうどんどん痩せてこれ、あ、やばいね、やばい、やばかないけど、いや本当ちょっと考えたのプレゼントテントサウナ、ありがとうございます、いえいえいえ、簡単に作れるんだね、しかもワンタッチでもう、あ、もうバサっていくやつだから、畳むのも多分練習すれば簡単だろうしね、でキャンプとかでこれをテント代わりにしてもいいんじゃないの、まあ本当でもそうだね。ね。寝れないけどね。ね、まあね、座り寝しなくちゃだけど。まだまだ寝るよね。そう。すごいじゃないですか。はい。メール来てもラジオネーム、うん、ランニング大好き。
超能力者天才作家今日だけは主役の人こんばんは。こんばんは。おい日村、うん、テントサウナだと周りの人のポコジも気にならなくて済むな。それは言えてるな。確かに。本当だな。本当だ。もうこれで家でいつでも入るんだから。本当だわ、ね、周りのポコジが気になってしょうがないからな。これでもすぐあったもんじゃん。こんなこのサイズだから。これはあったまるね。このストーブのパワーもあると思うけど、うん、テントサウナ過去何度かいろいろ入ってくる。気持ちいいんだよねこれ。これってさ、うん、もうだからまあベランダでも使えるけど室内でも使えるじゃん。うん、まあそうだね。これ全然寒いところでも暖房代わりに使えるねこれね。まあまあまあそうね。風呂場に置いて置いたっていいし。昔の 若い時の風呂なしのさ4畳半とかでも使えるわけでしょ。うん、うん、だね。すごいね。ライブの稽古場に持ってってもいいしね。そうだよ。稽古場で日村さんだけあれ日村はっつったらサウナです。ちょっとサウナ入ってます。びしょびしょになって。びしょびしょで。本当だよ。ほんでホースで水かけてもらって、ね。いやいや気持ちいいし。あじゃあ持ってこうって稽古があったら本当一回ぐらい持ってみんなでやろうよね。稽古場で。気持ちいいから。ああまあね。うん、さもう詰めりゃ3人いけんじゃん。気持ち悪い肌だって。あれが入るから2人か。あこれストーブ入るとやっぱり一人だね。うん、暑いよこれ。ストーブに当たったらもう激アツだからね。そうだね。うん、ラジオネームケンスケこうすごい言ってこい。天才どうも今夜も楽しんでいこうぜ。おいたけし。たけしじゃない。せっかくだからそのサウナにも名前つけろよ。まあ、あのねでっかい、でっかいあのゴムボートみたいな、うん、スワンピンクのあのなんだっけあれ。あのフロートピンクフロート。ピンクフロート。うん、ピンクフロート、ね、あれレクサスって名前。レクサスか。つけたらね。ああいいねこれね。うん。まあ何がいいかな。うん。本当サウナ屋さんって増えたんで、これ赤坂ってめちゃくちゃサウナあるの今ね。あでもあるかも。いろんなビルのなんかがサウナになってたりするもんな。そうそうそう。うん、サウナ3、4軒あって。うん。うん？4軒。4軒。あんのよ。うん。新しいサウナと今日行ってきたんだけどね。また。サウナ。好きだねサウナ。ここから歩いてTBS からね。うん。もうほんと5分ぐらいのところにあんのね。あれじゃなくてカオタンのビルのとこじゃなくて、カオタンのとこのビルにあるの？ビルにも入ってんだよ。あ、じゃあそこを知らないんだ俺。で、まあ反対が、うんうん、赤坂見附方面にあるんだけど、サウナ登場、うんうん、これがまた本当新しいやつで、うん、ちょっとこう黒を基調としたかっこいいんだ。熊本城の中みたいな感じのね、なんかそのイメージ。熊本城の中って黒いの？なんか熊本城って熊本城って黒いね。黒いよね。黒うさぎ城。そう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 。あれなんだっけ？なんかあったよね。黒かっこいいよね。かっこいいじゃない。うん、黒モダンな感じでね。和で黒い。うん、和な感じなの中も。和で黒なの。壁とかとほぼ黒。風呂の中もちょっと暗い黒っぽい、うん、した感じで、かっこいい。でいろんな4種類5種類ぐらいサウナなんだけど。ミスト？ミストもあったり。あと何？ドライサウナの熱いやつとか。あとちょっと照明落として、うん、こう。時間になると曲がバーンと流れて、水が勝手にロウリュがシャーって始まるみたいなやつとか。今流行ってるからやっぱそういうのが新しくできてんだろうね。めちゃくちゃそこも今日行ってきたけど面白かったね。そうそうそう、すごいね、うん、サウナ好きだね。面白いね。どうする、名前つけてって。どうしようこれ。まあなんだっけ、あのチャリンコが名前が、バルシャーク号だっけ。ああそうだね。でそうだね、フロートがレクサスでしょ。うん、うん、本当だね。やっぱシャープな名前だね、すごいね。まあやっぱ なんとか号とかかっこいいよね、やっぱそれは ね、 ね、うん、レクサスってもうあるけどね。そうね、うん、うん、どうしようね。何がいい。でも憧れてた車はやっぱりカウンタックなんですよ。ああちょうど今メールで来たよ、うん、車のラジオネームエンジェルマート、うん、グッピーにしませんか。だってグッピーってな、うちの母親が今乗ってないあの軽自動車なの、うん、グッピーって、うんうん、あの深緑色のね、うん、その軽自動車でライブに昔一緒に乗り込んだこともあるしね。これ黒だからね、黒あのこの点とかね、グッピーっぽくないのよ、うん、ね、うん、うん、トリュフとかいいじゃない、黒トリュフこういうこの形的にさ、トリュフ、うん、トリュフ入るわっていう。トリュフいくわ、うん、ね、ラジオネームバンブーマン、デントサウナの名前アザブラーメンでいいんじゃないですかそれアザブラーメンですよ。だから黄色だったらいいよ、アザブラーメン黄色だったらね、うん、アザブラーメンで黄色だった、黄色なのよ看板が。赤あ黄色か、実は黄色なの。あそうだね、うん、アザブラーメンね、う、うんうん、ラジオネームキツネのルーシャス、テントのサウナの名前、うんうん、
アメリカンサウナってどうですか。アメリカンサウナアメリカンサウナ、まあまあまあ、まあ、それは悪くないけどね、うんうん、サウナ、うん、トリュフ、うんうん、まあ例えばね、うん、トリュフいいよね。あ、豚の椅子にも名前つけたってよ。あれなんだっけ、豚の椅子は。プリウス。ああ、だからそれがあるから、なんかあれもう一個あったなと思ってたんだ今。車の名前で来てんだよ。あ、じゃあ車の名前がいいわ、そしたら。あ、やっぱり、うん、そうだね、ねえ、うん、プリウスと何がいいかな。あれセンチュリー、センチュリーは。あ、ちょっとだいぶだいぶ黒い高級、いやいや高級車の、もう日本の政治家のイメージだもんね、まあそうだね、うんうん、東洋車というかで、センチュリー行くわ。センチュリー、そっか、まあまあまあ全然、確かにこれ黒いし、黒いし、黒いしね、いいよね。車の名前、キャデラックも黒いね。キャデラック、キャデラックも黒い。キャデラック、キャデラックってすげえな、それ、ね、うん。ラジオネームニヒルなビニール、サウナの名前ですが、うん、汗丸くんっていうのはどうですか。汗丸、ああいいじゃん、岩谷さんのね、焼き丸になぞらえて。ああ、汗丸いいね、汗丸くんいいじゃん。それありそうだね、なんかさ、サウナ今後出てきそうじゃない、汗丸くんっていう。これはありそうだわ、こういうテントサウナ。ああ、汗丸くんいいじゃん、商品名で、うん、汗丸くんにしようよ。汗丸くんだ、そう覚えやすいもんだね。汗丸くん決定ですって、ありがとうございますね。汗丸くんにしますわ。ラジオネームカーブ、うん、カーブの秘訣、うん、おい日村、うん、テントサウナよかったな、うん、中に入ったら隠れ買いし放題。確かにここ黒いし、外からあんま見えないから食い物持ち込んでさ、ちょっと中入ってサウナやるわって言いつつ、そうそうそう、海苔巻きかなきゃダメ。そうだから石のところに芋とかさ焼いちゃったりして、焼いちゃったりして中でもう太ってんだか痩せてんだかよく分かんなくなんかいい匂いするんだけどって、それすぐ見つかりそうだもんね。え、うん、いいじゃん、いいね、うん、いやいいね、早くやってみたいこれ、うん、ちょっとね、家庭でこういうのでどれぐらいのパワーがあるのかもちょっと体験してみたいしね。結構いくんじゃん、100何度まであれがあるってことは、ね、まあ普通に、マジで普通にいくんじゃん。そうそうそう、だって結構ほら、あ、スタジオでこれよりでかかったけどさ、うん、入ったら熱かった、パワーあるんだよね、うん、面白いんだよね。あれ電気つってたよね。あ、電気だったね、確か。そうだね、うん、だから石も乗っけられるんだから、そこに水かけられるんでしょ。そうそう、すごいじゃん。そしたらめちゃめちゃ熱くなる。これまたいい匂いする、ちょっと多いかな。あるよね。やると、あるね。それがなんかいいんですよ。ああ。それが気持ちよくてね。やったね。たまんのよね、これ。すごいね。もうこれ持ち出したら、これちょっと本物だなって感じだね。ちょっと、日村さんがもしこれすげえいいってなったら、なんか俺も欲しいなってちょっと思ったんだよね。絶対したらきは、でもいいけど、サウナ作っちゃった方がいいよ、もうしただけに関しては。サウナね、ガチの。サウナってでもさ、うん、でも高橋くん、あのサバンナのね、うん、高橋くんに聞いたらピンキリだっていうよね。言うね、そんなにあの本当簡易的なものから、うん、だから全然もうギョギョしい感じと思ってたら、うん、もうこれ電気系のだったらもうすぐ使えるのが家の中で作れるっていうしね。要するにその外国のそのなんか、バレルサウナっていう、あのなんかこう、うん、木のなんかセットみたいなやつ、ね、そう、うん、高橋君言ってたけど、まあ、例えば100万するじゃないですか、それが、うんうん、海外の、うん、それ日本だと同じものを日本の技術でやると安くていいものが作れるから、日本製買うといいって言ってたんで。日本製でもあるの？それ日本製であるんだって。もう半額ぐらいで、うん、性能も良くて、あ、マジでいいんだって。もう物全く買わないところがいいのが日本製だといいとかって。でもサウナ家に行ってなかなかのね、大変。まあそうね、でも安く行けんのかな。うん、うん、だ水風呂が大変らしいね、やっぱりその、あ、うん、水風呂ね。水風呂をある程度ちゃんとこう、確かに欲しいよね。欲しいでしょ、うん、もしだらけならもうそれも余裕だよね。うん、いやいやいや、余裕そんなあれじゃないけど、うん、でもそこまで俺そんなハウナだってサウナにハマってないから。いやだから志田さんどっちなのかなとは思ってる。いや、旅館とか泊まってあったらちょっと入るけど、うん、気持ちいいけど、その家にね、サウナ好きは本当にさ、うん、毎日入ってるからさ、うん、なんかラクーアに昔行ってた印象があるから、うん、あの時だってさ、サウナとかじゃないもん、お風呂入るって、ね、って感じでサウナも入ったかな、うん、そんなみんなでワイワイ、うんっていうのが目的だったから、うん、まあ入ってたかなサウナもね。でも、まあ、でももう細いからね、俺ほらなんかちょっと痩せたいっていうのもう一個乗っかっちゃってて、まあまあサウナでも痩せるさって一時のこの水分出すだけだから、もちろん、うん、それで飯食っちゃってるから悪循環だったんだよね。そうだね、うん、まあまあでもちょっといいよね、家にサウナあったら。いや面白いよね。ね、そうだね、明日休みだからやっちゃおうかな、もうって。ああ。いいですね。ね、おめでとうございます。ありがとうございます。いえいえ、すいません、いただきます。あ、
そうだよね。で、どうです、この流れの展開でどうなんですか、今日ってのは。さ、今日の流れって、この放送の展開では、今日この後どう。これはもう終わりです。これで誕生日はもう。そんなわけないじゃない。何年も何年も。何年も何年も、あの、必ず彼が来るじゃないですか。ああ、ちょっと、それもないですね。いや、マジっぽいから嫌なんだけど、でも、そう言いながら毎年来てくれてたじゃん。いや、そうなんだけど。毎年彼は。うん。うん。まあ、そんな暇な人じゃないんだよ。もちろんそんなこと重々分かってるけど。うん。うん、それでも来てくれてたじゃん、なんか。もうこれででも基本は、あの、あとは通常ですよ。通常？あの。通常なの？うん。もう。だって今日ヒムペキもないんだよ、今日。ヒムペキもない。ないない、撮ってないから。聞かされてないの、今日ヒムペキは。今日はもうやらないですって言われてんだから。本当？うん。じゃあなんか違うことやんのかな。え？何？それがそれでしょ？それがそれでしょ？で、俺が聞いてる話だともうこれで別に誕生日は本当終わり。いやいや、終わったの？この沢さんの。え、もうだって結構なプレゼントあげてる。これは結構なプレゼントよ。で、これを文句言ってるわけじゃなくて、うん、でも毎年やってる例の、うん、あのスターが来るからいつも。来ないよ。おお、マジトーン。顔もマジだった。じゃあ、ちょっと曲対決行く。曲対決行く、うん、まだ30分だよ。え、まだ30分だよ。まだ1時32分ぐらいで。だいたいこのぐらいで曲対決行って、普通にやってくるじゃん。いや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 、ほんと、じゃあ、分かったよ。うん、じゃあ、曲対決やった後、また、じゃあ、あれやる、あの、紙に書いた図柄当てるやつ。あれ、もう、いつやったっけ、あれ、先々週ぐらいやったんだっけ。いやいや、先週だっけ、あれ。大倉がドンピシャ出して、あれ、マジすごい。あれ、先週だっけ、あれ。あれ、先週だよ。早いよ、一緒。いや、俺も当ててるんだからね、あと、その、先週のやつ。俺、当ててないってことだっけ。当ててないっつうか、大倉がドンピシャ出してるから、ね。日村さんも近いかったけど。うん、いや、それはど真ん中投げただけのことよ、ストライクで言うと。ど真ん中だったけど、俺はいいコースついてんだから。結果当たりってこと？ストライクゾーンにはいたでしょ。どう見ても俺なら。いや、大倉いなかったらマジで近いなって話にはなったと思うけど、いや、ドンピシャの人がいるってのがすごいんだから、これ。それはさ、なんか俺違うと思うんだよね、大倉の場合。後々すごい考えたけど。違う？いや、その構成、やっぱ構成作家さんのその能力働いてるから。あ、紙の中を見投資したんじゃなくて。北川さんの脳を俺は察知して。メガネかけたろうみたいなことで。そろそろメガネかな。でそのがたまたまハマるだけ。そうだったの？俺のは違うじゃん。大倉。こう見てて、丸い二つのやつが出てきたから、それは何かなと思って、それはメガネかなと思って。こんなの後々いくらでも言うもん。でも、俺のはリアルじゃない。なんとなく丸を描いて、足描いて、ああ、ローラースケートかなって、これなんかリアルじゃない。うん、俺のは。がっちり当ててるんですか、これ。だから俺の方がなんとなく、まあ確かに全部、三つぐらいやって、全部なんか近いんだよね。なんか近いで俺の、そう、そのドンピシャってのがなんか逆にね、ドンピシャ来ちゃうともうあれ以上すごいのないもんな。いやいや逆になんでな、ドンピシャすぎて。いや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 、それ脳を読んだなって思っちゃっていう。いやいやいや、まあまあ、じゃあこの後それやってもいいし。それをやりたいわけじゃないんだよ。またそんなに言うなら。いや、それをやりたいわけじゃなくて。まあ曲対決いきましょう。はいはい、ね、はい、俺はですね、ハイスタでございます。アイアムラット。はい、私井上陽水さんの夢の中へ。お、はい、はい、どちらかかるでしょうか、はい、金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。はい、 TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。はい、やっております。日村さん、はい、コーナーいきます。え、コーナー行くの早くない？あ、先にやっちゃうんだ。そういうことか。いやいや。ありがとうございます。いや、そんなことないですけど。いや、そりゃそうでしょ、構成的にどう見ても。え？ここでコーナー行くってことは、早いもんだって。いやいや、今日はちょっと普通にただただ、なんかコーナー行こうかなと思ったから早く行くんですけど。新クイズスピリッツ。スピリッツのコーナー。行こうか。あ、お願いします。あ、別にいいんだけど。あとでも。スピリッツのコーナーやった方がいいと思う。いや、まあ、やるんだけど、いつだってやるんだけど。うんうんうん、別に早いっていう、なんかそんな変な、なんか勘ぐってやっちゃうんだみたいなこと言うから。いやいやいや、だって、この時間にやらないから、いつもだって、それ思うよ。リスナーも焦ったよ、今。え？はい？ここでスピリッツっていうことは、そういうことですかね。うん、まあまあ、よく聞いてるリスナーならちょっと早いかなって感じるかもしれないけど。うん。まあ、言っちゃいます。お願いします。新解説スプレッド！このコーナー、毎週月曜日発売の週刊ビッグコミックスピリッツに掲載されているものの中から問題を作ってもらって、日村さんに出題して当たるとご褒美、はい、ね、外れたらご褒美じゃないけど何かあげますよってことですね。はい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 、あの
今日はですね、正解した場合、はい、日村さんちょっとねもう誕生日近いということでですね、うん、ショートケーキ、そうだよね、バースデーケーキですね、いちごのショートケーキを用意しております。あの間違えちゃうと違いますから、はい、うん、ね、頑張って、はい、俺も絶対ここ当てます、ね、ラジオネーム、コンバート B からの問題、うるさいな、はい、今週の関東グラビア話題の新生グラビアアイドルの、ふぶきけいさん、ね、ふぶきけいさん、はい、そんな彼女のグラビアのページの中に、はい、ふぶきさんに対する有名人からのコメントが載ってるのですが、ふぶきさんに対してね、はい、はい、その中の一つ、お前を最初に見つけたのはこの俺だ、俺はまだ諦めてないからな、という文言が載ってたんですね、うんうんうん、はい、このコメントを寄せた有名人は次のうち誰でしょう。いい、はい、4択です、はい、1、はい、プロレスラーの真壁刀義さん。うわー、真壁さんっぽいなこれ、はい、はい、2、江頭2時50分さん。あーっぽいな。3、うん、古田新太さん。はなんでここで古田さんが出てくるんだ。うん、4、はい、浦口さん。赤坂お笑い道場でおなじみ浦口直樹さん。さあどれ。浦口さんの口調ではないよ。あのね、最初に見つけたのは俺なんですよ。だったら浦口さんだったけどね、うん、お前を最初に見つけたのはこの俺だ、俺はまだ諦めてないから、うんうん、お前を最初に見つけたのはこの俺だ、まだ諦めてないから。それ日村さん。なんだよ。いやこれ真壁さん。あ、真壁さん。お前を見つけたのは俺だから。うわあ。それ日村さん。いやちょ俺やんないから。ああ、頭さん、うん、お前を見つけたのは俺だぞね、これ古田さん。それひどいな。さあ、まあ、浦口さんもない。浦口さんあり。浦口さんないね。でもちょっとやっぱ真壁さんがやっぱこう、うん、いいよね。なんか、うん、わかんないけど、この、うん、なんか仕事とかもなんか一緒になりそうだもんね。そう、言い方がなんか真壁さんか江頭さんか、うん、古田さんこんなような口調のことを残す気がしないよね、うん、真壁さんにしますよ、うん、もう1番言っていいですか。はい、1番真壁さんでお願いします。はい、真壁さんどうでしょう。残念。うわー、なんか真壁さんって同い年なんですよ確か俺と。あ、本当。そう、へー、だからなんかそういうのもちょっと今日は一応誕生日だから、うん、なんかちょっとかけてくれてたのかなと思った。あー違う、あえて、ええ違うんだ。江頭さんです。あ、なんだ、古田さんかと思った。江頭さんなんだ。そうなんですよ。そうです。残念でした。はい、さあ、ということでね、いちごのショートケーキはゲットできませんでしたが、どうぞどうぞ。あの、大体もう虫かオスだもん。あれ、うんこ。いやいや、今日はもう誕生日なんでね。誕生日だから外れても、やっぱケーキがいいんじゃないっていうふうには俺は言っといたよ。本当？うん、やっぱそれはだって日村さん我慢して今ダイエットもしてるから、うん、ケーキ食べさせてあげたらみたいなね。いや普通のケーキっぽくない、もういつものうんこが出てくるような感じの出方をしてきてるここで。いつものうんこって。うんこレプリカだけど。うんこレプリカの。のが出てくる出方。ああ、あの蓋がされてますねお皿にね。うん。うん。じゃあ開けてください。うわもう本当にこれ誕生日だぜ俺。うわ気持ちよ、これは食えねえ。いや今さん、もう一回よく見てください。よく見てください、これこれ、なんだよこれ。これいちごのショートケーキならぬ、いちごではなくイナゴでございます。イナゴのショートケーキなんだ。一文字違いなんですよ。だから要はイナゴだったら別にあのね食べれるっていうか、そのイナゴのショートかよ。イナゴのショートだから食べれるようにしてくれって言ったから、まあ、ただ量が尋常じゃないです。ケーキに虫がめちゃめちゃたかってるみたいな。めちゃくちゃやばい、これめちゃくちゃやばい。パッと見た瞬間今うわってなったもんね。ケーキに虫がたかってる感じだもん。本当だよね。ただでもあの甘いさ佃煮だから合うんじゃない、意外と。まあ、ねえ。佃煮も美味しいし、ケーキも美味しいし。どうぞ。これだから食べ、うんこレプリカとかじゃなかったからよかったね。食べれる。じゃあもう食べるわ、うん。これはもう誕生日で。キヨ、あちゃめー、気持ち悪
51歳の誕生日ケーキで一番インパクトあるんじゃない。やっぱ見た目って大事なんだね、食べ物のね。やっぱりね、やっぱり視覚が大事よこれ、うん、いやもう何匹乗ってるから、これ5匹ぐらい乗ってますけど今ね、ワンフォークでね、ワンフォークにいただきますよ。どうぞ。いた刺さってくるな。合わない合わない合わないわ。佃煮とケーキ合わない。佃煮が甘いから。あでも甘い甘いでいいんじゃないの。全然おいしくない。ほんと、うん、残念。おいしくないわ。うーんごめんね。せっかく。いやいやこっちの、いやいやこれでもあの本当はイチゴのショートケーキ食べてもらいたいから。食べたいわ親って。ねえ気持ち悪い。向こう行く。なるよ大丈夫。なるよ。ということで以上でございます。終わりなの。今日マキさんいるから、うん、なんか美味しいの出んのかと思った。マキさんの宮崎のは。そうマキさんまた来てくれて。そうマキさん前あの宮崎プレゼントのマキさんが来てくれて、どうぞ今日あの近々リスナーにもまた宮崎の何かをプレゼントしてくれるらしい。めちゃくちゃ美味しいのもらっちゃったよ今日、ね、マキさんやばいやばいやつもらったよね。宮崎といえばのやつね。そうね、太陽の卵ね。そうあのお知り合いの方もね、あの八百屋さんの八百屋さんラッピーラッピーって書いてるよ T シャツ。あれラッピーさんなの。ラッピーさんでいいの。違うよね。お名前何でしたっけ。まあ言わないけど。うん服部さん言わないけど言っちゃったけど、服部さんからごめんごめん。服部さんからいただいてね。そうそう八百屋さんなんだ。蜂蜜もいただいて。蜂蜜作ってたって。そうそう嬉しい。俺蜂蜜好きなんだ。俺も好き。日村さんだってもうほんと赤い T シャツでした突っ裸でずっと蜂蜜舐めてたんだよ。プープーそれプー俺もなんか最近好きなの蜂蜜。蜂蜜パンに塗ってくるとうまいよね。美味しいでしょ、うん、ね好き。ヨーグルトに入れて食ってもうまいし。 それもいいね。俺紅茶に入れてんの、うん、おしゃれ。おしゃれでしょ、うん、紅茶に入れてんの。入れてんの、はあうん、奥さんの影響。影響だろうな、うん、俺にはない発想だけど。そうだよね。おいしいおいしいおいしいよ、ね、おいしい、じゃあ以上でございます。クイズ、はい、募集しております。はい宛先はバナナアットマーク tbs.co.jp バナナアットマーク tbs.co.jp お願いします。はい来週号のスピリッツは5月の15日の月曜日発売ですのでぜひチェックしてみてください。以上新クイズスピリッツでした。で、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。はい、やっております。やっております。いやー、でもさ、日村さん。はい。まあ、51歳に。51歳だよね。ねえ、どうよ、うん、51歳ってのはなんか違いますか。50歳でちょっとなんかあるでしょ。まあまあ、そうだね。俺が思った50歳でなんかもうちょっと、ああ、50歳かって思ったけど、うん、51歳は別にあんま変わんない。いやいや、変わんないというか、もっとおじさんの、うんあまあ、自分に言うことじゃないけどね。うん。あんまりおじさんっぽくなってないなと思ってんだよね。いや今日おじさんだよ。あおじさんだけど、こんな今日も短パンとね、うん、こんなパーカー着てね。パーカーの短パンのおじさんだよね。あまあそうか。うん、でもな自分の中ではね、うん、おじさんだよ。どんどんおじさんだけど、うん、そこまで、うん、おじさんだなあのおじさんにはなってないなっていう印象よ。まだ51歳で。おじさんだって。もうやめよう。もうおじさんだけど。うん若いなって。でもまあ若いな、ごめん、ちょ若いなと違うんだけどね。うん、違うよ。うん、違うけど、うんうん。まあでも、そうだな。クソジジイだよ。クソではないよ。まあでもね、おじさんだけど、ちょっとこれね、うんうん。まあ若い気持ちで。若い、いや、そうだ、そう気持ちは変わってないから、うんうん、あんまりね。うん。うん、だね。で、見た目もさ、うん、そこまでなってないんじゃないか気持ち悪い見た目。気持ち悪いよまたおじさんと話変わってくるんじゃない。まあまあ分かる分かる。最近ちょっとね、うんうん、あの肉もこう垂れてきてるね。前からだよ。前からだけど。よりね。よりね目とか開かなくなってきてるしなんかね。ああまあねどんどん老化でそう下に下がってくるんだよ。だちょっと50代でこうリフトアップしようかと思ってる、うん、顔。え整形？整形じゃなくて。お。整形はもういっぱいしたから目も鼻も整形なんだからあれは整形らしいよ井村さんの、ね、整形してる芸能人第一っつって俺出てるから、うん、でもちょっといや今さそ今顔をまじまじと見てちょっと痩せたかも、ね、うんまあそうだね、ま、もうちょっと、ま、あの太ってる時確かもっと、うん、ダリンってなってた気がするけど、うん、ちょっと、うんうん、多少ね多少やっぱ5キロぐらい減ったからこの辺スッとしたのかなこの首周りでしょしてねえわちょっと待って天の弱だな随分いや今言ってみたら言ってみて思ったけどタロンタロンだったからだからね、うん、85ぐらいまでしてみようかと思ってんのえ目標さらにあいやなんとなく85で例えば、うん、ちょっとほら
例えば餃子大食い企画とかさ。でも2キロで87ぐらいになっても87になってもいいかなっていうふうにすると、その辺キープで。そうそうそう。いいかなと思ってんだけどね。じゃああと5キロ、6キロか。そうだね、5、6キロやらなきゃいけないけどね。まあ、大変だけどね。うんうん、でもそうすると、うん、トータル10になるよ、うん。10ってなかなかだけどね。うんうん。うんね、まあまあ、でもいいんじゃない、そのぐらいの方が動きやすいんじゃない、そうそうそう。ね。ねうん、ああ、いいじゃないですか。はい、ということで、ということでね。はい。そう、ということでね、佐野さん。今日はですね、うん、実を言います、日村さん。いやスペシャルゲストが。いやそれはそうでしょ、だってもう、リスナー全員待ってるから。いいですか。うん。じゃあ、ご紹介しましょう。はい、お願いします。スペシャルゲスト、星野源くんでーす。やっぱもう普通に言った。あ、来た。おー、源くん、ありがとう。どうぞ。うわあ、星野源でーす。あ、来た。本物、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 源くん。ね、どうも、こんばんは。源くんですよ。お久しぶりです。久々。いやいや、ね、もうちょっとね、要求するから、あんま、ちょっとね、そんなにさ、元くんくるくるみたいな感じもあれかなと思ったんだけど。いや、だから、石田さんがさ、うん、結構マジトーンで来ないっていうのも、うん、逆っぽいノリもあるけど、だってリアルもありえるから、もう。まあね。正直言うと。もうね。うん。忙しいし、ね。忙しいもんだって、そんな。また来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、私も呼んでいただいてありがとうございます。いやいや、そんなもんね、14回目。14年目みたいですよ。もう14年経ちましたね。僕だって20代だったっすもん、最初。40代だもんね、今もう42になりましたね。42だもんね。42。はい、なりました。まあ、それはみんな年取るわ、うん、それは。そうですね。ねそうだよね。そう、毎回ですね、うん、日村さんのバースデーをお祝いするべく、はい、歌をね、作ってプレゼントしてくれて。いやー、これリスナーが何より本当楽しみにしてると思うよ。源くんの新曲聴けるわけだから。そうですよ、新曲ですよ。ここでね。ここで。もう最初からすごかったけど、ここ数年はスタジオとか使ってくれて、もうね、ちょっとマジの楽曲みたいな形で、ね、そう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 、ね、なってきましたね、うん、じゃちょっと申し訳ないんですけど、うん、あちょっと早いわちょっと早いってなんか言い出すのか、本当に申し訳ないんですけど今年、まあね、それは忙しいわけないよ。いやいや、忙しいし、忙しいのはわかるよ、うん、日村さん今年作ってないです、うん、わけない。いや、そうやってでも、ね、いつもじゃん、これ毎年の話だ。来てくれるってだけでもう嬉しいわけだし、うん、それは嬉しい、嬉しい。じゃあハッピーバースデーをアカペラで空で歌ってくれたってそれはいいわけ。もちろんもちろんもちろん、ね、その新曲を作って源くんにさ、うん、源くんに今新曲を依頼したら、うん、もう1000万いくかもしれない。まあ、そう、全然なんで否定もしないよ。リアル。そうそう、もっと、もっとなんじゃないかと思ってるんじゃないかっていう時もある。もうちょっと現にそんな動かすのはね。それを毎回ただで、うん、14曲も。確かに。そうか、14曲ってことですもんね。そうだよ。生産だから。だから請求してもいいじゃない。いや、だから14曲もあるから、うんうん、いや、今年ない方が不思議な感じだよ。そう、忙しいのも分かってる、少々の現がビッグなのも分かってるけど、うん。14曲もあるとさ、うん、ないのって言ったら、ないんでしょ、もうこうないっつってないことないわ。でもあれですか、うん、ラジオに大倉もそうだけど、はい、源君の誕生日で1月に、はい、1月21日ポールナイト日本来てもらったんです。ありがとうございました。あれ以来だからご飯も行きたいなっていう話にもなったんだけど、うんうんうん、一回連絡もくれたんだよね、うん、そうですね、そうそうそう、俺も一回したし、あ、会わなかったんだよね。そうなんです、ちょうど日村さん仕事だったんですね、はい、その時ね。そうそう、だから僕を誘いた時も行けなくて、そうそうそう、じゃああれぶりで連絡もらった時も僕ダメだったんですよ、ね、もうあれぶり、ちょっとすれ違い、そう、ほんとあれぶり、あれぶり、あれぶり、なんか髪伸びたなとか思うし、髪伸びた、そんな変わった。まあ確かにあの時より伸びたかもしれないです、うんうんうん、本当日村さんも今日は服着てるしね。そう、そうですね、ね、僕前ラジオ来てくれた時はカヌレだった。いや、カヌレだ、そうだ、カヌレ師匠だ。カヌレはその前だけ隠してるから、もう、ケツは丸出しだから。丸出しカヌレでしょ。その、椅子に俺のもうアナルが。いや、そんな言い方つけまくってんだよ、だから。やめなさいよ。そう、日本放送の椅子が汚くなっちゃうじゃん。あ、そうそう、日本放送の椅子が、に、日村さんがうんこがついたんじゃないかっていう。見てないけどね。で、その次の日のラジオがちょうど乃木坂さんだった。久保だったのよ。やばいね。久保だったのよ、うん、そうそう。うんこじゃないです。カヌレです。つったそうそうそう。カヌレの茶色です。そうそうそう。今日、服着てて、よかったです。久々でしょ。服の俺。そうですね。日村さん、久々です。生で。そうそうそう。日村さんも51歳ですから、もう。いや、おめでとうございます。ね。
本当におめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。51ってもう本当に超さ、俺の中でのイメージはもうさ、うん、杖ついてひげ生やして、シルクハットかぶさ。イメージも意味わかんないもん。イギリス紳士なんで。いやいや、もうそうはならないけど。51歳って。元君なんかなりそうだけどね、そんなこと。いや、そうです急に、急に杖ついて、なんかシルクハットかぶって。急じゃなくても、こっからのさ、こっからだと、まだ9年ぐらいあるから、51まで、ね。確かに、でも自分の51はあんまり想像ができないです。どうなんですか、51になってみて。何も悪もない。だから今はね、ダイエット中でね、膝の調子がいいから。うんうん、ああ、なるほど。50から51にかけては一番体は健康ですよ。でもさ、ほんと、あの、思いがけない怪我とかするよね。うん。50と。まあ、40超えた時もあれだけど、50って多分そうだと思うよ。うん、いや、でも確かに体調はやっぱり、こう、前大丈夫だったのにな、これぐらいが、どんどんダメになってきて。無理があんまね、効かない。徹夜とかもこう、本当に言うよね。うん、もう寝ないでもさ、バリバリやってたのが、やっぱ疲れが抜けないし。抜けないしね。そう、だからあの、この間の火曜日の僕のラジオ、うん、あの、オーナイトニッポンで、うんうん、いや、実は金曜日に向けて曲作ってるんだって話してるんですよ。ん今日のね、今日に向けて。うんうんうん、でも、俺、体調崩しちゃって、それで。あ、いや、それ、な、ネットに見たよ、俺、それ。それで、玄君体調崩しちゃった。そうだからできなかったんですよ。いや、だから、それ、それはそう、いやいや、体調、それ見た見た。体調崩してんの、うん、曲って作れない。いや、来てくれてんのは、だすごいわ。体調崩したのに来てくれたんだと思って。本当だよ。うん、そうです。だから、ちょっと今日は、結構元気になってて、結構寝れたんで、今日は。あ、よかった。あ、本当。そうなんですよ。だから、ちょっと曲はなくてすいません。もうえ、いや、それはしょうがないよ。いや、もう、ポーさん、もう待ってよ。いやいや。おかしいなるとんだろいやいや急になんかそんな火ついてる。おかしいだろだってそんなのだって。しょうがないじゃん。元君体調悪かった人にそんな言わない。誕生日だよこっちは誕生日だって体調悪い人が曲がないっていうのにむちゃくちゃで。むちゃくちゃでもなんでもないよ体調悪いもん、それはかわいそうだけど。いやでもさ、やっぱいろいろあってね、世の中的にもいろいろあって変わってきて、元、うん、君なんかもね、あの、有観客でライブやったりとか。じゃあ、おめでとう。今年何年ぶりそのお客さんいる前で3年ぶりですね。ね。だからライブやって配信とかやってたけど、うん、お客さんの前でやるってのはやっぱ違う。いや違いましたね。嬉しいよね。でなんかあの声も出るしね。本当に、うん、そうだね。かなり僕は元気をもらうみたいな、うん、お客さんに元気をもらうみたいな、ね、ちょっとさ俺らもさコロナの時ライブあのやってなくてやった時にお客さん前にすると、うん、本当ずっとやってたんだけど何年かやってないのに、うん、なんかちょっとあれ大丈夫かなみたいな。なんか、怖かったね。そうそう。なんか、お客さんの前でなんか、あれこんな感じだっけみたいなさ、ちょっと思ったから、なんかそういうのあるよね。なんかね、少し違うよね。やっぱりその、出る前っていうか、その初日のお客さんの前に出る、もう本当直前みたいな、すごいやっぱいろんなこと考えました。その結構緊張するの？あの本番前とかって。あんまり しないんですけど、うん、やっぱちょっと今年の3年ぶりは特別っていうか、僕その3年前に企画して、うん、もうあのチケット予約とかもやったイベントだったんですよ。で、うん、でもそれがもうちょうどコロナ禍の突入のタイミングで中止になっちゃったんですよ。うん、なるほど。その中止したイベントが3年やっとかけて、うんうん、よしやれるってなって、やってっていうのもあったんで、うんうんうんちょっとあまりにこう、まあ、お客さんも待ってくれてたし、うん、僕も待ってたし、みたいな。なんかちょっといろんな気持ちになって、うん、なんかもし、なんか普段あんまそんなこと考えないけど、もしなんか盛り上がんなかったらどうしようみたいな。あそう、それが、やっぱ、一抹の不安は多分みんなあったと思うよ。うんうん、この、やってない期間からお客さんありでやるって、どんな、あれもそうだと思うけど。いやでもなんか、やっぱやってみたらもうすっごい盛り上がってくれて、ね。盛り上がるのいいよね。嬉しいよね。で、その時はまだあの3日、4日やったんですけど、3日までは、あの、声大きくは出せないけど、うんうん、あの、ちょっとこう、普通に出すぐらいだったのと、あと拍手とかはできて、あの、その楽日に、うん、あの声出し OK の日になったんですよ。解禁だよ。はい。解禁になった日に、あの、もう一番最初のライブっていうか、そのできて、うん、で、もうその、何ですかね、あの、声援うん。ゲンカーみたいな。ゲンカーみたいな。はい。うわーみたいな。うん、でも、それ僕が、あの、今日声出し OK なんですよって言うまでみんな、やっぱちょっとどうしたらいいか分かってなかったので、うんうん、一応こう国とか自治体ももう OK だよって、
その日の朝になんか発表みたいな感じで、ちょうどそのタイミングだったんです、はいはいはい、だからちょっと分かんないからっつって多分我慢してたと思うんですけど、なんかその曖昧な時期あったからね、うん、自然に出ちゃう感染はまあまあ、うん、マスクありなら OK ですみたいなのあったけど、うん、なんかどっかがやっぱ日本人のさ国民性で、うん、どっかが OK っていう何かをお達しを出してくれないとね、うん、やっぱみんなあとそういうので正しく見てくれるからね、うん、そうですね、なんか、うん、変になんか話題になっちゃったりすると、うん、こっちに迷惑かけるみたいな風にファンの方も思ってくれるから、なるほど。それで言ったらもうなんかもう、うわーってみたいな。全然違うよね。そう、もうなんていうんですかね。こう、横浜アリーナだったんですけど、うん、もうなんか、爆発するんじゃねえかぐらいの、みんなお客さん待ってたんだよね。溜まってた部分もあるし。それでもなんか涙出てきちゃって、泣くと思ってなかったんですけども、うん、泣いた、声出なくなっちゃって、もううずくまって泣いちゃって、あれはちょっとなんか、あ、そう、特別な感情だ。感情になりましたね。あ、なるほどね。ライブとかだけじゃなくて、収録なんかもアクリル板、まあ今 TBS ラジオ、ここは今あるんだけど、これももうあってもなくてもいいんだって。あ、そうなんですよ。僕も、今日、ね、もそうなりました。今日言われないの、もう。いや、僕、一応やってるんですけど、うん、もうなくていいですよっていう。今日言われたんだよ。今日言われたんだよ、ね。で、テレビの収録なんかも、アクリル板がもうちょっと前になくなったりして、ほぼない。で、距離とかもなんとなく近くなったりとかして、やっぱなんか違和感というか、今まで、なんか恥ずかしいみたいな。もうそっちに慣れちゃって。確かに。なんかね、だからやっぱこの距離感とか、声出せないとか、そういうのってやっぱみんななんとなく、そうですね。あったんだね。そうだね。うん。アクリル板ってどうすんだろうね。世の中にいっぱい。確かに。アクリル板使ってなんか。これこそ SDGs ですよ。だからもうこれアクリル板使って何かとか。そうだよね。これなんか利用するんだろうね。利用するだろうね、これはね。ね、うん、TBS ラジオ特注のやつなんですね。なんかもうこれは書いてあったね。すごい。TBS ラジオって。へぇ、ね、本当だ。本当だ。書いてあったんだ。すごいな。うん。作ってね。いろいろありましたね。だから今年も。なるほどね。ね、うん。でもこれ、今後だからライブ活動も積極的に、そうですね、やっていきたいなとは思ってる。いや、すごいね。今年はあれじゃない、夏フェスとかも行くんだよね。そう、行くの。あ、で、あれなんですよ、その僕、そのサマソニーで、うん、ビーチステージってとこがあるんですけど、うん、そこの初日、東京の初日は19日、8月19日で、ステージ全部僕が仕切るんですよ。え ?8 月19日のビーチステージ、はい、プロデュースみたいな。はい、そうです。誰を呼ぶかとか。えビーチステージで、海外の人と交渉して、来てほしいなって思って集まってくれて。そうです、そうです。です、で、僕ももちろん出るんですけど、でだから初めての試みなんですよ、ね。だからフェスとかもあれじゃない、あれ、去年ってやってはいるけど声出しちゃダメだ。ダメだもん、去年。ありましたもんね、そういうのね。だからもう今年からじゃない、コロナ禍で。そうですね。ちょっと違くなるのは、うんうん、みんなとこにあんまりこう気にせず楽しめる年でしょうね。だからそれすごかったじゃん。そうかそうか。だから久しぶりだから、ね、なんか人にまみれたいみたいな人も結構いたんじゃない。今までダメだったけどっていう。だからフェスなんか好きだった人は、うんうんうん、よし来たって感じでね。サマソニ。サマソニです。サマソニ。サマソニック。はい。ことないんだよな、そういうのサマソニとか。まあ俺ら夏ライブやってるからね。あ、そうか。そうだよね。そうそうかそうか。そうですね。フェスとか花火大会とかほとんど行ったことない。うん。ね、若手の頃花火大会あったけど、そうそう。ないよね、大人になったからね。行ってないね。ない。やっぱずっと稽古してるっていう。稽古して、そうそうそう。ライブ終わっちゃうと夏休みだから。大体ハワイ行っちゃう。なるほど。大体ハワイ行ってるわけですね。ハワイっていいっすよね。ハワイっていいっすよね。大好きです。このサマソニのって、まあ、あんま細かいことは、まあ、言えないかもしれないけど、うん、なんか、ちょっと、夕方とか夜とかそういう。あ、割と多分、まだ時間帯とか決まってないですけど、一日中ですね。昼から、夜まで、なんか僕多分ずっとそのステージにいるんですよ。うわ、すげえ。呼んだ人が出るんで。じゃあ一緒に司会じゃないけどずっとなんとか見たことやるってこと？やるかもしれない。まだ決まってないですけど。あ、もうずっと。ただ後ろで見てるだけかもしれないですけど。僕が仕切るんで。ビーチなんでしょ、これ。ビーチエリアってことビーチですね。フェスって、あれでしょ、何ステージもあるんだよね。そうそうそう。そうそう。そのうちのビーチステージ。なんで、多分、野外で。野外の。うん、気持ちいいと思います、ね。うわー。じゃあ、玄君ももう。のドア頭出た時も真っ黒で。いや、そりゃそうよ。ビーチエリアのこっちあんまイメージないけどね。あ、真っ黒ちょっといいっすね。そっちの日焼けして。ケン君も見たいよね。バレバレーって出てきて。うわーがっかりで、そういう星の件。バレバレみたいな。イメージないみたいな。やりたいっすね。でもね、それね。本当にやっぱビーチステージで音楽さも上げ上げだもん。気持ちよさそう。そうですね。気持ちよさそうだなと思って。想像しただけでもすごいワクワクする。お客さんそれな、
あのビールとか飲みながら見たりして、お酒飲めると思いますよ。最高だね。いやー、うん、気持ちいいね。そんな感じなの。どうですか、さすがにそこ行ったら。そこ行ったらもうジンジャーエールっちゃう。白。白だね。白のジンジャーエール。まず白いって、ディープになって夜になってきたら赤のコーラだね。赤コーラね。赤はコーラで、ね。そこは肉に合わせてね。肉に合わせて。料理に合わせて。いいね。まあ、でもいいね、夏はそういう別なんかもやって。うん、ね、それ行きたいな。楽しそうだよ ね、楽しいと思います。ぜひあのもしよかったら来てください皆さん。8月19だよ。8月19、はい、ね、うん、まあまだ先だけどもうすぐだもんね。8月なんて脱線ですよね、もう、ね、うん、ということで、うん、はい、今日は日村さんのねお祝いに駆けつけてくれました、はい、ありがとうございました。終わんの、終わんの、終わんの、告知して終わりじゃないのよ。終わんの、終わんの、まだ時間もあるしね。いやいや、まあまあまだ話はね、うん、いろいろしていきたいなと思うけど、曲の方はもうないってことで。ちょっと待ってってのちょっと待っても何もないからね。どじいよいよ遊んで。そうっすね。うん。な、何な、ごめん、ちょっと咳出ちゃった。うん。うん、何いや、もうじゃあ、ちょっと頼むって、本当に。いや、これ別に俺のバースデーソングとかそういうことではなくて、もうここ何年もそういうことじゃないから。なるほど、歌が聴きたいわけね。弦、大城弦。あ、そうそう。一曲、そうっすね。曲を聴かせてもらって。マジでほら、いいじゃない。うん。よっ今、うん、大丈夫ですか。おじさんはこれなのよ、50歳とかなると。いや、水とか飲む。おじさんはみんなそうじゃんけど、日村さん、うん、もう50歳っていうか 2年ぐらい前から、うん、なんか変なとこにコンと貼るとずっと咳するの。これ大変ですね。これミュージシャンとしてはもう一番になっちゃダメだよ。いや、そうですね、難しいですね。ステージでビーチエリアでなんか食うと絶対こうなるし、ね、大変。食べちゃダメだよ。辛い。あのフェスの時何を何にも。いや、ステージであんま食わないでしょ。食ったものが入っちゃうってことか。変な方入っちゃう。なるほど、そういうことなんですね。そう、だからもう大体そうね、試食がある番組の長い何回もやってるうちの1回絶対なんね。ボーンってなって1分間ぐらい席が止まんなくなる。いや、大変大変よ。ちょっと気をつけてね。わかりました。これ収録、これだけ収録。収録は食べないですね、さすがに。やっぱり収録前とか。あ、でもそっか、食べる番組やったら多いしね。そうそうそう、そう多いから。そんなないね、その咳込むのあんま見たことないね。でも昔に比べるとちょっとやっぱあるよ。あ、そう。昔は全然だったけど、ちょっと変なとこ入る時あるよね。あ、本当。でもデブだからなるんだよこれ。やっぱ俺とかネガさんやっぱなるもん。そっちを咳するもん。でもなんか食べながら喋んなきゃいけないとかって考えてると、うんうん、あるんだよね。そう飲み物でもなるときあるよね。普通に水で。あ、だからフェスの時本当水分も取っちゃダメ。フェスだけ気をつけて。水分は取っちゃう。それ死んじゃうな。それ死んじゃうね。引っかかっちゃうけど、炭酸水とかもうちょっと控えてもいいし、ほんとミネラルウォーターとか麦茶とか喉越しのいいやつ。あんま飲まなそうだけど、ね、飲まないからね。メール来てるよ。ラジオネームルリ色のみ、53歳にもなって来てくれた。51歳ね。来てくれてもありがとうも言えずにギャーギャー騒ぎ出す日村さん。ありがとうって言いました。に代わって僕から感謝の言葉言わせてください、うん、体調が悪かったのに来てくれてありがとう。元君ラブ日村ファック。なんだよ、ありがとう。誕生日だぞ。確かに、ね、来てくれてありがとうもちゃんと言ってない。いや、じゃあありがとう。確かにありがとう、ありがとう。じゃあありがとうって、あの赤ペンを持ちながら言わないと。俺でも言った。俺に言った。あ、元君ありがとうって言った。ラジオネーム劇団意識、設楽さん、源さん、はい、ちんちんその1その2こんばんは。どういうこと。なんだよその1その2って言われてるぞ、ほら。おい日村、なんで呼び捨てなんだ。誕生日だぞ俺。誕生日だからって調子に乗ってんじゃねえ。ダメなの。誕生日って調子乗っちゃダメなの。お前は裏口さんでロマン飛行でも歌ってもらえる。いいよ裏口さんのロマン飛行。いや俺ん時歌ってもらったじゃないか。俺の誕生日だぞあれ。だからもう今だって申し訳ないと思ってる設楽さんには。俺あのロマン飛行申し訳ないと思ってる。申し訳ないと思ってる。ラジオネームとうとう平助、おさむさん、りょうさん、げんさん、まさゆきさん、こんばんは。なんで俺だけ渡辺まさゆきさんなんだよ。ゆうきさんだよ。正しく行くって書いてね。げんさん体調悪く曲が作れなかったということなので、はい、いやそうなんだ。代わりに僕が18番のレベッカのフレンズでも。なんで誰誰誰だろう。いいよね、フレンズ。フレンズはいいよ。いいよ、歌なくて別に。いや、で曲そんなにげんくんの曲聴きたい。はい、いやこれみんな俺だけじゃないよこれ、はい、今リスナー全員なの。あ、オッケーオッケー、うん、ちょっとじゃあ一曲いいか。はい、わかりました。じゃあ今ですね、はい、あの淡麗グリーンラベルっていうビールの CM で、はい、食べみかこちゃん、そうです、食べちゃんと弾き語りしてるんですよ。で、あの弾き語りしてるんですよ。で、あの僕不思議って曲があるんですけど、不思議、はい、はい、それすごい草原の綺麗な、はいはいはい、白い衣装でね、うん、誰が並んでね、そうなんです、あのノンストップ、ありがとうございます。そうそう、ノンストップでも、はい、新しい短編 CM でやるんだけど、はい、すごい雰囲気良くて、はい、またこの源くんがこうギターでね歌う、うん、歌うっていうそういう CM なんです、うん、そうなんですよ。いいよね、はい、食べさんいいよね。うるせえな。食べさんさ、まずさ、あのさ
あの、とある、あの、スタジオの楽屋が横が、はい、俺、田辺さんだったんだよね。会えなかったけど。うん、気持ち悪いよ。ねえ、その横の楽屋がどうこう。ね、食べちゃん、食べみがこう、食べちゃんつっちゃったけど、そんな関係じゃないけど、食べさんは何回か一緒になってね。うん、ちょっと個性的な感じもあるんだよ。うんうんうん、ちょっとありますよ、ね、魅力的な人ですよね。いいよね、可愛くて、ね。大好き、俺。うん、うんね。で、そこで流れてる曲、不思議を聞いてください。不思議を聞くんだ、とりあえずは。そうだよ。何、何だと思ったの？いや、新曲不思議聞く。とりあえずはとかじゃないですよね。不思議をかけます。うん。俺なんか、俺、こんなダラダラ来れてるわけじゃないよ。不思議聞くよ。不思議聞くけど。不思議。じゃあ、お願いします。お願いします。はい、TBSラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。ありがとうございます。今日はですね、日村さんの誕生日を祝ってくれるために、星野源君がね、来てくれております。こんばんは、星野源です。ありがとう。ありがとうございます。源君、ね。ねえ。いやいや、なんか、いいね。これでも14回も来てくれてるってことでさ、うんうん、もうこれ恒例にはなってるけど、はい、こういう関係がずっと続いてるってのは本当に、ね、うん、本当だよね。出会ったのがだから元くんがもう14歳ぐらい、はい、はいはいはい、その中学生だから中2、そうですね、まあ、いいんだけどね、うん、え、10代あれ違う、あ、いやでももう25とか多分25だよ、あの秋葉原とディープの、あ、本当、そうですね、そんで、うんうん、俺らが30、あの時って30ぐらい、33とか、あ、そんなもんか、だから源くんと俺は多分、うんうん、だ9歳差だね、あ、そうか、だから10歳差、源くんって10個違うの、あ、ごめんごめん、8歳差、8歳差、あ、足し算引き算もうちょっと逆にやっちゃった、ね、こういう時って俺もう全く自分で計算するの放棄するから言われたまんまで、ああそうなんだって、でも10歳もと思ったけど、8歳、8歳、8歳、9歳、俺9歳、あ、そっか、そこからね、お互いどんどん ね、でもまあいい年の取り方をしてるよね。もう俺から見たら2人はそういう風に見えますよね、それはね。いやいや、そうですよ、いやいや、もう本当に、うん、この間あのネットフリックスで、うん、バナナマンライブが全部あるじゃないですか、はいはい、そうそう、で昔のも見て、お、久しぶりにその自分が作ったオープニングとか、うん、はいはいはい、久しぶりに聞いて、うわ、お酒ロックで結構作ってもらってるからね、そうですね、でもさ、やっぱあの辺のさ、あの未だにさ、テレビのなんつうの、ああいう挿入曲みたいにさ、めちゃめちゃ使われてるよ、ね、あほど出てくるよ、ね、酒ロック結構ね、いや、めちゃくちゃ出てくる、で俺らがやってる番組なんかでもその曲が出てくるけど、それが俺らのライブ用に作ってくれたとかってのさ、うんうん、知ってる人少ないじゃん。そうですね。だから、なんか。わかる。ね。で、使いやすいんだろうね。そうですね。やっぱ歌がなくてインストバンドだったんで。でも今の人多分、僕が作ってるとか知らないと思うんですよ。酒ロック自体は知らない人も、そっか、玄君の新しい、玄君で入ってるバンドの人はいるか。そうですね。でも自分のラジオってかけたりするので、ラジオ聴いてる人はもちろん知ってると思うんですけど。それはあると思う。うん、面白いなと思いますね。そうね。テレビ。唐突にこう自分の10代のと10代で20代の曲が流れたりするとおーってなるし、いやいやいや、不思議な感じで、俺らはさ、ライブとかでさ、ライブとかって、はい、昔のネタがテレビとかでさ使われる、はい、ちょっと若くて恥ずかしいとかあるわけ、ネタとか、うんうん、見た目もそうなんだけど、うん、ネタの雰囲気と、まあでも、あ、これはやっぱ若くても面白いなっていうのもあるけど、うんうん、曲ってどうなの、昔の曲、ま、でも一緒です、一緒、恥ずかしいですね、やっぱり、なんか拙いなって思うのも多いし、うん、それがきっとなんかファンの方とかはいいんだろうなとは思うんですけど、うん、なんかあの録音の仕方とか、うん、やっぱりその機材とかも本当に自分たちで変えるもので作ったりしてるから、うん、音がしょぼかったりするし、あ、当時はね、そうなんですよ、うん、だからちょっと今だったらもうちょっとこうしたいなとかは思います、あれがさ、なんかよくさ、ミュージシャンの人がさ、海外でレコーディングしてますとかって、あれ、ね、あれやっぱ海外行くとやっぱ何が違うの、そんなにいいの、海外行くと、いや変わんないっすね、そんな感じ。いや、多分気分じゃないですかね。あ、でもちょっと気分も入ってんのかね。LA 行ったり、ニューヨーク行ったりとかなんかしてるみたいだけど。でもさ、例えばその伝説のバンドがここのスタジオで収録したんだとか言うと、それ乗るんじゃない、うん、あ、気持ちがね。ね、乗るかもしれない、ね。これは俺もそこで録音したいとかあるんじゃないの、うん、そうかそうか。だから俺らだって誰々がやったステージとか言うと興奮したりしてたじゃん。ジャンジャンとかそうだね。ああ。ジャンジャンそうだったね。うん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 、でもさ、その反面さ、はい、若い頃の荒削りだけどやっぱ、はいはい、ああいいなってのもあるんでしょ、ありますありますね、なんかこうもう忘れちゃってたりするんで、うわ、こんな展開そういえばやってたわみたいな、ね、元君ってさ、自分の曲さ全部さ歌えるの、今でも、あのギターも、いや、もう忘れてるのいっぱいあります、あ、忘れてるのもあるんだ、ほぼほぼ忘れてます、ネタとかやっぱ我々ができないのと同じで、いや同じでしょ、同じなんだ、全部覚えてんのって不可能じゃない、やっぱそういうもんなんだ、でもなんか自分に刺激をもらったりします、20年前の自分に刺激をもらったりす、うん、なんかネタとかはあります、そういうのって、なんか
こういうこと考えてたんだ俺。あるよ。あのやっぱあの両方ある。要は昔のこの自分の脳みその感じてこれを考えてるっていうのが、うんうんうん、今も同じ脳みそだから、うんうんうん、あの首絞められちゃうっていうのはあるんだよね。自分が作るとどうしても同じようになるじゃん。あ、そうですね。それはまあ原稿もあるかもしれない、うん、それのほか、うん、あと昔の見返すと、うん、昔の自分に助けられるっていうか発想が、うん、あこういう考えもでまた新しく生まれてくることもあるし、うんうんうん、それは両方ありますよね、うん、やっぱあるそれは、うんうん、ありますあります、うん、だから同じになっちゃうから違くしなきゃって思って頑張って違くしていくっていうのもあるし、うんうん今の俺はこんな展開が思いつかないわ。あ、展開的なこととか、メロディーとか、ものすごく無理やり変なとこに行ってたりするんで、それが面白く聞こえたりして、なんか昔無茶だったな、みたいな。あ、もっと無茶しなきゃ、みたいな。今そ昔の自分に刺激をもらってるってことか、そういうこと。本当さ、20代とかに作ったりしたものとかを見てると、すっごい怖いもの知らずで、なんか大人っぽいさ、かっこつけたことやってたりとかさ、だけど今だといろいろなこと考えると、それができなかったよね。そうね。それが守りに入ってるって言われちゃうと悔しいから、わざと、なんかそういう風にまた作ってると思うけど、あの頃のようにはできないよね。なんかこう言い方が合ってるか分かんないけど、こう視野がそんなに広くなかったりするじゃないですか。若い。だからこそ見えてないからこそできる何かみたいな。ありますよね。声も若いんだよね。また俺たちも本当に子供がこんがってるような声だもんね。なんかね。声ってやっぱ。だから他ミュージシャンもそれは一番。そうですね。いやすごいありますね。絶対低くなるじゃん。だんだん。うんうんうん、まあもう間違いない。やっぱ出なくなるだろうし絶対。小田和正さんって化け物じゃない。あれお化けなの？いや、ああいう人って。いや、いっぱいいるけど、70代でも、マジで高い声でまんまというか、うんうんうん、あんま変わんない人、絶対に人間って鍛えようがないでしょうが、ちょっとずつ低くなるじゃないですか。弱ってってんだもん。ね。山下達郎さんとかもそうだね。変わらないんだ。山下達郎さんも変わらないんだ。すごいっすね。元君も変わってるイメージないね。うん、あんまりね。僕でも、もともと歌わなくて10年、酒ロックでやって。ててうん、でそっから歌い始めたんで今の方が声出てます。ああなんなら、はい、最初の方がカスカスなんですよ僕。ファーストアルバムとかの方が歌い慣れてなくて、ビクビクしながら歌ってるんで。ああなるほどなるほど。今は慣れたんでどんどんそのちょっと音域も広がってます、ね。あマジで前よりか。おだからそっちもあるんだ。そういうパターンも。佐田さんとかもそうだね。佐田さん。そうかそうか。佐田さんも変わらないよね。高い声出すじゃん。あのとハイトーンね、うん、あれ出るのすごいよね、まあ、すごいなかなか俺らも出たもんね若い頃とかカラオケとか行ったよ。ほっとけないよがもう出ないんだよ。ほっとけないよ出ない。いやだからあのサビのとこ出なくなってんだよ。ほっとけないよでしょ。うん、あの高くてどんどん行くじゃんほっとけないよのサビって。でも日村さんが何かあるとほっとけないよとロードをずっとリクエストする俺の18番だ。でも俺もほっとけないよ出ないんだよもう。そっか。ああまあこれ年だね。ほっとけないよの、あの出なくなった、ね、ああ若い頃はもう楽々と。だってもうコント終わってもうね、うん、もう打ち上げで歌ってんだから。いやもう全然歌わず。コントでも散々大きい声出した後にほっとけないよ誰も。日村さんだってくれないよめちゃめちゃ高い声で歌ってた。そう XJAPAN、ね、余裕で音下げずに、うんうん、今もできます。いやでいけないと思う。そっか、うん、今もガッサガサのガッサガサデブデブになっちゃってそう声が通らないからねやっぱね。まあ日村さん元から通んない。一番後ろのお客さんに多分届いてない俺の声。マジですか。さすがにだから狭いところでやってんだけど設楽さんばっか聞こえてる。日村さん声が通んないのよ。そうですか。通んない通んない。店員さん来ないもん。ファミレスでいくら、すいませんっつっても来ないんだ。そうで日村さんにボタンがあるよって教えた。そうだからこういう人のためにボタンってできたのかなとか。本当だよ本当だよ。ねね、あメール来た。メール来たよ。ラジオネームケンスケコストコ行ってこい。おいたけし、たけしじゃない多部さんにも焼き丸あげろよ。確かに。もちろん。いやいや、なんで急に、まあ、気持ち悪いね、これはね。急にあげたら何の関係性もないのにさ。確かにね、他かなり気持ち悪いね。ちょっと一個長いのが来てんだけど、これここで読んでいい？ラジオネーム、にゃんぽこパーティー、うんうん、初メール送らせていただき、いつも楽しく拝聴しております、うん、日村さんこの度51歳のお誕生日おめでとうございます、はい、ありがとうございます、今年もラジオ越しに日村さんをお祝いできてとても嬉しく思います、ら、いきなり個人的な話になるんですが、はい、私は昨年の5月14日日村さんの誕生日でもあるこの日に結婚しました。おー、去年入籍したんです。にゃんぽこパーティーさん、にゃんぽこパーティーさん、写真もいただいて、どうもどうも、ね、私たち夫婦は私が沖縄、
で妻が福岡の遠距離恋愛のお付き合いからスタートしたんですが、私はバナナマンさん大ファンで、この番組リスナーで、妻の方は星野源さんの大ファン。いやすごいな、すごい。ということもあり、たまたまお互いが、日村さんのお誕生日の放送会に源さんからの日村さんのプレゼントとして歌われるバースデーソングの大ファンでもあります。なるほど、うん、二人がそういう、そういうことね、付き合うまではそのことは知らなかったので、ああお互いにこの放送毎年好きで聞いていると知った時はそんな偶然ある、奇跡じゃんと二人で電話越しに話しながら喜び合うほどとても嬉しく、うわすごいね、遠距離恋愛ではありましたが、お互いに共通で好きなものがあると知って心の距離が近くなったような気持ちになりました。いい話、これいい話、いい話。それからは妻もこの番組のファンになり、毎週のように、うん、昨日のバナナムーン聞いて、やばいね、奥さんだけでバナナムーン聞くとやばいな、お家の話とかずっとしてるときやばい、いや、聞いてるんだ ね、うん、ね、ありがたいね、でもね、うん、という話題が生まれ、笑いながら番組の話をする幸せな時間ができました。嬉しい、遠距離恋愛を経て妻が沖縄に移住して1年ほど経った昨年の5月14日、その日はたまたま大安と一粒万倍日が重なったこともあり、大好きな日村さんの誕生日にぜひ入籍しようということになりました。マジで？これから毎年自分たちの結婚記念日に2人でラジオを聞きながら日村さんのお祝いもできることがとても幸せだね、なんて話しています。長くなってしまいましたが、私たちにとってこの番組は離れて暮らしていた2人の心の距離を縮めてくれた、とても大切な大好きな番組です。どうしてもこの気持ちを伝えたくてメールを送らせていただきました。誠に勝手ながらも、バナナマンさんお二人のご活躍を応援しております。ありがとうございます。気をつけて頑張ってください、愛を込めて日村ファック。どうなんでもどうしたの、ね、すごいね、このいいね、また源くんが好きで、うん、ねえ、で日村さんのバースデーソングを知らないでお互いが聴いてた、いやそれいい、ちょっとグッときますね、なんかラジオの役目みたいな感じ、ね、そうっす ね、 ねえ、こういうのはね、うん、人をつなげますね、つなげたね、だって夜さ、どうしたさ、そろそろ、はい、いい時間になってきましたよ。2時36分。いや、日村さん。どうですか、そろそろ。ない、ないっつって。いや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 、本当にないわけ、これ、ちょっと。2時36分だよ、今。じゃあ、分かったよ。うん。じゃあ、うん、去年の聞こう。そうですね、去年のはありますもんね。去年のはあります。もう忘れてるでしょ。そしたらでしょ、去年の。いや、去年はそしたらじゃない。俺はもう忘れちゃってるじゃない。そしたらはもっと前だって。日村忘れてるじゃないの。あれ、50歳バースデー、バースデー。そうです。うんうん、それはそしたらじゃないですよ。あれ、そっか、そしたら。そしたらその前なんです。その前ですか、49なんですよ。去年何だったか覚えてます？いや、あの、泥棒ちゃんの歌ってですよね、泥棒ちゃん。そうです。あ、そう。そうです、ね。それはそしたらじゃないです。混ざってる。混ざってる。泥棒ちゃんのやつでしょ、うん。ちょっとじゃあ。これはもう俺、なんで今14年こんな頑張ってんだろうと思いましたね。今こんな。ね、忘れられたことだよ。本当だよ。じゃあ、去年の聞いて。去年の聞いて。じゃあちょっと去年のやつ聞きましょう。はい、去年ピアノでね、そうですね、うん、日村さんが50歳誕生日、50歳のね、そうそう、そうなんですよ、久しぶりにこう誕生日の歌ちゃんと作ろうっていうことですね。さみだれの音は拍手さ、上手だね、歌日村の誕生日、やっぱあのなんか色艶というか色っぽい声が笑いの髪にはすごい、すごい上手、この世に生まれた人、第三ハレルヤ、生きれた50回目の記念日、今夜もおめでとう、君と時代は移り、もう腐すこともないな、うまいねなんて言ってたから偉そうだよ、優しさにあふれるひむに悪い歌はもういらない、それより気になるものがあるんだ、一緒に声上げさあ歌おう、いや、わかる
泥棒泥棒何それは違う言っていつだってそばにいた君に夢中泥棒泥棒焼き肉が好き日村と比べたら設楽が好き設楽さんはこれ言ったからしょうがない。泥棒がこんな長い付き合いなのにいろいろが小出しに情報が出てきた。泥棒さんにも内緒にしてました。こういう歌詞が泥棒で終わってっか。泥棒さんテーマソング、これが去年の日村さんの50歳を祝う歌でね、はい、そうです。泥棒ちゃんの歌だから、これはもう泥棒ちゃんの歌、もうこれ最初日村さんのもう本当になんか大絶賛でさ、神に祝福された男みたいな感じでね、言っていただいてるけど、そうで途中から泥棒の話になってね、でこれ確かこの後に玄君のラジオにも泥棒ゲストで行ってるよね、はい、そうなんですよ、来てくれたんですよ、泥棒がゲストって異常だ、わかんないわ、もうそもそも泥棒さんが僕のすごいファンでいてくれたらしい、玄君のファンですごいファンだったみたいで、そうそう、だからそのなんか泥棒さんのこの曲泥棒って歌詞になった時に、なんかこうちょっと喜んだり、なんか動揺したりなんか動いたりするかなと思って、その本これ1年前の本番中に泥棒さん見たんですけど、めちゃめちゃ固まってたんですよ、全然リアクションしないなと思って、なんか怒ってんのかなと思って、怒らない、心配だったらファンすぎてパニックになってた、そうだ、それで、あ、そうなんだと思って、あ、じゃあよかったら来てくださいよラジオって言って、わけわかんない展開だわ、すっごい面白かった、そんなエピソードあるんだみたいなエピソードいっぱい話してくれて、いやいや、だから、でも泥棒は本当に好きだとマジで言わないから、あのね、設楽さんのことも言わなかったんです、ね、俺らのことが好きっていうのもなんか初めよく言わないし、あともう俺らがね、せっかくグルメとかで行ってる店とかもすげえ行ってるのに全然言わないし、そうですよ、だから去年ぐらいからだよね、去年ぐらいちょっと小出しになってきて、そう、僕もそのさっきあの控え室に泥棒さん呼びに来てくれたんですけど、一回も目が合ってない、いやそれ全然こっち見てくれない、全然こっち見てくれないです、固まっちゃうんだよ、せっかくラジオにも来てくれたのに、なんか一年前どうもみたいな感じもないんですよ、いやいや言えないのよ、それはまあでも、それはでも言えないよ、あでもそのなんかそういうところがいいなっていう、その距離詰められたもまた腹立つけど、言わなすぎるのも大人としてどうかと思う、でもこれが去年、はい、いやいや、ちょっとごめんなさい。一旦お知らせいかして。あ、リスナーがもうさ、かわいそうだよ、俺。え？リスナーが。何がないんだから、もう。ごめんなさい。いや、まだ時間あるって。じゃあ、お知らせいきます。お知らせいこう。で、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。はい、ありがとうございます。今日は日村さんの誕生日お祝い、14年連続で星野源君来ております。はい、星野源です。もう、そうなんだよ。14分しかない。そうなんだよ、うん。やばいよね。もう時間がないよね。やばい。源君、歌いかないとやばいね、もう。はい。あるのね、あります。いやー、リスナーおめでとう。おめでとうじゃない、日村さんのだから。みんなのだから。日村さん51歳おめでとうございます。いやー、引っ張られたー。危ない危ない、もう時間がなくなってきちゃった。そうなの。あります。やっぱね、そのやっぱ日村さんどんどんいい人になってね。うん、やっぱり前はやっぱ悪口入れてたじゃないですか。はいはいはい、ネタとしてね。まあね。入れてたけど、やっぱりないからもう本当に単純に、もう今年こそはシンプルに。誕生日おめでとうって歌作ってきました、ね。マジで嬉しいこと言ってくれんな、ちょっとじゃあ。はい。タイトルは何でしょうか。タイトルはじゃあいいですか、はい。はい。今年も本当におめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ星野源で。いいですか、もうじゃあ流しちゃっていいですか、もうお願いします。はい、じゃあ星野源で、日村さん51歳誕生日の歌。うわぁ、もう普通に。うわ、かっこいい。51歳になるね日村大人だね、人気もうなぎのように登るばかりで、今日も働く笑顔のためにスタジオとロケ K
のは決して悪いことじゃない。置いていくことでさらに巧みの笑いで今日まで生きてくれてありがとう、そしておめでとう。だけどいつもダイエットしても隠れ食いを繰り返しては食べて泣いて嘘偽ってしたらに詰められてバレてる姿はまるでモザイク越しのまん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 びきはんま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 んびきはんかっこいいまんびきはんまんまんまん何これ。みんなの心配よそうに隠れて食べちゃう太っちょ万引きハン。いいね。万引きハン面白い。ありがとうございます。さっき万引きハンの言い訳みたいなことしてたからね。うちらさんのね万引きハンみたいなニュースになってる。いやそうだ。それこそ聞いてなくてその時は。日村さん万引きしたのかな。すげえびっくりしたんですよ。本当だよ。かっこいいとかじゃなくて万引きなんだ。これ見たかっこいいはいいよ。万引きなんだ。この前ニュースで見たんだ、ついに80キロ台目前だと感動したんだ。すると LINE が日村から来てこびた。元くん飯こいつやはり食べる気まん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 びきはいいねこれまんまんまんびきはまん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 びきはまん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 びきは妻と相方を予想にあんた結局痩せる気ないですやんいいねしりまん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 びきはまん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 びきはちんちんは一世紀半、一世紀半、みんなの心配よそうに隠れて食べちゃう太っちょ万引き。今月ハワイも一人で食べるの大好き太っちょ万引き。すごい情報まで入ってる。Thank you。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。歌詞が違うんだよ。まあまあまあ万引き犯いいね。万引き犯の歌になってんじゃんかこれ。ついにそうだよ。どうだよって日村さんのことを。でももう51歳、このもうキンキンの情報を詰め込んでくれた、はい、そうですね。いや待ってってる。でこれ大訂正したいのはチンチンは1センチ半ね4センチ半ですからね。ここだけは良くないわ。いやなんかその情報だよこれ。3センチも縮めるとか4センチ半の方が陰踏んでるんですけど、うん、それだと嘘になっちゃうんで、ちゃんと1センチ半にします。嘘じゃねえか。いやでもね、さっき体重測る時チンコも痩せてたからもしかしたら縮んでっかもしれない。いやそうですね。チンコも痩せてたって。いや最高だよ。ありがとうございます。かっこいい。何この曲。ね、今月一人で行っちゃうって最新情報。こんなのこんなんで俺も知らなかった。行っちゃうんでしょ。一人で一泊よ。一泊三日でしょ。一泊で行ってみようかなと思って。すごいな。いやそうそうそう。これギターも全部自分でやってる。これ僕ギター弾いて歌って、うん、でギターもう一人ギターで、うん、長岡亮ちゃんに、うん、長岡亮介バナゼルミュージックでも弾いてた亮ちゃん、はいはい、浮雲さんでしょ、はい、そうです。マジじゃん。頼んだギター弾いてもらって元くんのライブとかでもやってくれてる僕のバンドでいつも弾いてもらってる亮ちゃん。すごいな。すごいな。二人でやったの。まあ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 ビギハン最高ですね。そうそう、設楽さんが言ったから万引き犯って。いや万引き犯、俺が言ったっていうか万引き犯の言い訳みたいなことするから、うん、ネットニュースになってね。それが本当だ。今万引き犯っていうネットニュースよ。ちょっと待ってよ本当に。本当だよね。そのおかげでこの曲できましたから、うん、これいいね、うん、なんか万引きのあのくだりなんかみんなで合唱したくなるようなね。うん、したくなっちゃう。まあまあまあ、万引きは。なんか踊りもなんかこういう。いやいや、違うってのもう。最高じゃないですか。ありがとうございます。うん、ちょっと来てますよ、メールが。メールが。さっそうと走る雑草、うん。星野さん、あんたって人は本当に最高だよ。体調悪かったのにこんなにもいい歌を作ってくれるなんてすごいよ。すごすぎるよ。ありがとう。
ルリーロの海から来てます。おい玄関、うん、最初からかっこいい曲調で今年も俺らの想像はるかに超えてきてるよ、うん、星野源と同じ時代に生きてこのラジオを聴ける俺らは幸せだ。それはあるな、ファック。それはあるな。 Thank you、 ありがとうね、うん、それはあるな。いやいいよ、最高だな。ちょっとお知らせいきますね。はい、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。よろしくお願いします。はい。何それ今。絶対ちょっと喋っちゃってたから。喋っちゃってたから。ね。よかったね、今年も。ありがとうございました。無事ね、バースデーソングもらって。バースデーソングではないよ。おめでとう。万引き犯の歌だった。おめでとう、万引き犯。いやいや。俺万引き犯って言っちゃってるじゃんか。いや、バースデーソングじゃん。バースデーソングではないよ、ね。ちゃんと作りました、今年も。バースデーソングではない。嬉しいでしょ。かっこいいよ、曲は。かっこよかったね、本当に。歌いたくはなってる。まあまあまあ、まあ、万引き犯。あの、来週の、あの、僕のオーナイトニッポンでも流しますので、よかったら聞いてください、ね。オーナイトニッポンもぜひね、はい。ありがたいよね。ジャンクもつけながらね。そうだね。リベンジする。うるさいよ。聞きながらね。日本放送も聞いていただいて。そうそうそう。もちろんそうしていただかないと困るよね、そこは。うん、これ、どのぐらいで作ったんでしょう。これでも1日です。マジで ?2 日か、2日か。録音日このメロディーは何かあったわけ。いや、でも、そうですね。作ろうと思って1日で作って録音にもう1日みたいな。すごいよね、はい、本当だよ、お忙しいのに、でもこうちょっと楽しんでやってくれてる感じがこれ、ね、楽しかったっすね、作ってて、ね、あのソロとかすごい ね、 ね、うんうん、仲いいね、あそこで途中のね、なんかライブでやりたいなと思うんですけど、いやいや、あのね、うんうん、あ、かかった、あ、これ聞きながらもこれ万引き犯でしょ、万引き犯です、これ51歳万引き犯、正式タイトル万引き犯、万引き犯だよこれかっこいいもんね、これギターでね、うん、そうだね、ちょっといつかライブでやるんで、その時日村さん来てください、ね、いつかライブで万引きが登場、はい、まあ、日村さんが歌わないんだけど万引きが、どういう演出よこれ、いや、ありがとうね、かっこいいね、もう終わりに近づいてきましたけど、あ、来週もすごいんですよ、うん、来週はね、スノーマンの深澤くん来ますから、マジで、うん、はい、あら、すごいね、深澤くん、ね、はい、ということで、源くん、まあ、忙しいのに毎年本当にありがとうございます、いえいえいえ、ありがとうございました、今年もありがとうございました、ね、泥棒最高だったね、深くうなずいている、ありがとうございます、やったね、日村さん、ありがとうございました、ちゃんと正式にお礼言った方がいいよ、源くん、本当にありがとう、いいえ、俺万引き犯じゃないからね、俺は知ってます、大丈夫です、でもこの歌素晴らしい、素晴らしい、かっこいい、ね、でもさ、ニュースで80キロ目前だなんて言ったけど、うんうん、今日ちょっと増えてた、増えてる、やっぱ僕の もう予想通りでしたいや、それごめんなさい、じゃあ普通に謝って普通に謝ってるけどごめんなさい、うん、いや、でも必ず、うん、ね、そうですね、健康的にでも痩せていただきたいんでね、そうだよね、あとでいい方法を教えますから、この後健康的に痩せる、はい、はい、あります、はい、おいいじゃん、はい、よかった、嬉しいな、健康になってほしいんで、します、お、うん、心配なんでね、やっぱり、そうだ、あ、そうだね、うん、確かにお互いそうだね、最後なんか来たと思う、褒める、ラジオネーム山盛りポテト、え、大井日村、うん、ツイッターのトレンドに万引き犯がランクインした、やばい、本当に勘違いされるって、完全な犯罪者だな、日村ファックということ、日村万引き犯は良くない、やばいね、本当に良くないこれ万引き犯みたいな言い訳をしたってことだから、ね、そこまで言ってくんないと、日村万引き犯はこれ走るよ、こういうのが情報がということで、玄君、今年もありがとう、ありがとうございました、日村さん、日村さん、51歳おめでとうございます、さよなら、皆さんお元気で、お元気で